安徳明は中国、上海出身の日本の洋画家、原告画家会会員。1981年のスペインフランスへの旅行を、景気に1983年頃から発表し始めた、白い道と安徳の心の真相にある憧れの街を、俯瞰構図で描き始めた、鳥の欲語もという100号の作品が1984年の第27回、安井商店。 安い賞、賞候補となった。以後、安徳の独特の俯瞰の技法について、美術関係者及び美術愛好家、詩人たちから注視され始めた。1984年美術出版社刊行具象絵画の現在、P78P791986 年、資格デザイン研究書編、水彩、ノート、 チ P114P1151988 年美術世界写企画。洋画の現在と未来展カタログ P1141988 年。サロンデ・ボザール観光。月刊ボザール P2P5。P10P131988 年。バーズ観光。月刊ギアラリー表紙へ及び。P20P231990 年 P P 4。河川 P168P174。 1990年、死と思想表紙及び P149 以下の年代別略歴の記述のための参照文献。1940年国鉄を退社した後、家中鉄道に勤務していた父、安徳里氏と母、杉谷春子の間の長男として上海で生まれる。1944年に4歳、上海市より引き上げ、母親の教理である熊本、 水俣に知事疎開するが、7歳の時に、熊本市に移り、高校まで過ごす。1950年10歳、鹿児島出身の海老原木之助が、熊本市内で主催する会が研究所に入会する。1951年11歳、熊本日日新聞社の主催する、日の玉祭りの絵コンクールに応募し、荒れ狂う馬と人の軍の対策を描いて、入賞。 1956年16歳、熊本県立最最高高校へ進学。最最高では一年先輩に半画家の野田哲也がいた。あとに東京芸大では同期になる。1959年、東京芸術大学美術学部油絵科に入学。久保守、寺田春に、山口薫、伊藤連羅の教授陣に指導を受ける。 1963年東京芸大卒業時に大橋賞を受賞し、国画界に卒業制作を出品し初入選する。同時に大学院絵画研究科卒業。第39回国画界に出品した国歌を歌う海百号の作品が国画賞を受賞する。1967年27歳芸大同期の浜田道子と結婚。 1969年クワッチの版画展では、日本の若い版画家たちで、科作賞を受賞。1970年30歳講談社のフェーマス。スクールズのインストラクターとして、勤務、1996年に55歳で、亡くなるまで続ける。1974年34歳国画会展で、会員に、追挙、1996年2月1日55歳。 海がんにより死去。参考文献、福音館 https コロンスラッシュスラッシュ fukunkan.co.jp スラッシュサーチスラッシュガロシェーネ観光、ア徳明初キラ作品集、町、丘、風、戻り来る日々断行本連符 p72p76。ありがとうございます。